お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのジャイラバデッキをね、はい、紹介していこうかなと思います。というわけでこちらのデッキなんですけども、僕がね考えた、まあ、自作デッキでございます。あのたまにね僕変なデッキ作ったりするんですよ。とか、まあ、いろいろデッキ構築するのがまあ好きで、はい、あの最近またやってなかったのデッキ作ってなかったので、今日久々のというかジャイラバで、ね、何回か過去に何回か紹介したことがあるんですけども、まあ、2021年バージョンのね、はい、ジャイラバデッキを使っていこうかなと思います。というわけでちょっとマルチね前シーズンなんかやるやる言ってやるやる詐欺で全然やんなかったっていうか、まあ、できなかったんですけども、ちょっとね年末年始こう、まあ、家族とだったりだとか、まあ、いろいろね、はい、友達と遊んだりとかいろいろあって、ちょっとね、マルチそんなできなかったんで、今シーズンこそは、はい、マルチ上位ね、目指して頑張れたらなと思います。というわけで、今ね、7勝無敗まで来ました。この変なジャイラバでね。よし。で、ジャイラバって、まあ、何よって感じなんですけども、いや本当に何よって感じなんですけど、まあ、ジャイで攻めることもできればラバでも攻めれるっていうので、まあ、例えば相手がクロスならめちゃくちゃジャイ出すし、相手が逆にラバ受けがきつそうというか対空が全然ないならラバ出すしみたいな、なんかそんな感じのねイメージですよね。で最終奥義があって最終奥義とは何ぞやっていうあのところなんですけども、あのラバの下にジャイがいると、まあ、ジャイラバ、まあ、ラバジャイの形が思ってる以上に強いというか止まんないですよね。まあ、あとは施設を持ってる相手とかに対して、まあ、ボムタワー持ってる相手だったら、まあ、ラバをね止めるためにボムタワーとか使ったら、そしたらねなんだちょっとね、こうやって、ダクに生かそうかな。いや、これやったかな、ちょっと。あ、めっちゃいい LSP。待って。俺の相手めっちゃうまくない？あー、オッケー。ハンターだけやってくれたらめっちゃよかったけど、なんか、ついてきたな。相手はメガナイトバルーンかな。なんか、ワンチャンザップされそう。おい。さあ。なんか、メガナイトバルーンっぽい顔はしてますよね。その、ラバの下のジャイが強い。とか、まあ、施設を抑えた時の、まあ、単体。が強かったりとか、まあ、普通ではないことができるっていうのが、まあ、間違いなく強い部分でありますよね。よし。いやもう、ジャイ、ラバジャイ？ラバジャイの、ね、何が強いかって、さらに、ラバの下にジャイを送り込ませるじゃないですか。ラバが破裂した時に、ターゲットが、タワーのターゲットがジャイに行くんで、ラバのパピーが全部残るんですよね。よし。いや、ここはね、もう、許容せざるを得ないですね。ハンターが強いな。いやーこれケツラバかジャイかすごい悩みますね。ラバ一回展開しますか。バルーンがちょっと怖いですね。まあハンターいるんで今普通にメガナイト組んできそう。弱点組んできそう。ああ、お前タイミングがまあまあこれファイブだけでいけますね。ファイブだけで止まる。でここでこう送り込ませるんですよ。こいつ送り込ますと、このね、パピーのタギが、本当はね、あっちに行くんですけど。よし。いや、もうよくわからんのんすよ、本当に。よくわからんことになってるが、いや、まあまあダメージ入ってるぞ。で、ちょっとね、左と右を両方僕は警戒したいっすね。よし。いや、待って、これ勝ちてえな。右目がないと来るな、あれ。ちょっと飛ばします。よし。で、ちょっと待って。ハンターあればね、相手のバルーンを守れると思うんですよね。よし。相手も結構待ってきますね。で、ここは組んで、まあ、ベビドラの真下のハンターがちょっと嫌っすね、僕としては。間違いなく来るよね。ワンチャン5でさ、残んねえかな、ベビ。いやでもハンターがあれば。よし、いや耐える。オッケー。いやーワンチャンマジで勝ってる。グラチャラ8-0は結構やばくないですか。で、メカナイト来てもいいから、とりあえずケツトリトンで、待ちましょうか。あ、来る。大体もうこれバルーン絶対来ますね。あれ？それは、あいつだってやってるんじゃないのか？これだって。まあ、両方行かれるが、
残る。いや、これは処理したい。ラバのダメージと、あと真下ハンターかな。ハンターさえったら逆に、まあ、ジャイいっちゃっていいな、これ。お、待って待って、来た。トリトンが、来た。これはさ、ザップもなくても来た。さあ、ジャイラバで8-0でございます。サグッドゲーム。いや、これ、マジ可能性っすよね。なんかね、どうだろうな。最近マジでこういうデッキが減ったんですけど、めちゃくちゃ昔、本当にもう2、3年ぐらい前とか、なんかゴレペッカとか使ってる人もいましたし、なんかね、いろいろ、もうゴレラバとかもちょっといましたし、なんかね、すごいいろいろあったんですよ。いろんな戦術が。まあ、こう、今だったら逆にキョスケプラスのロイジャイとか、昔なかったデッキもすごい増えてるんですけども、こういったね、ちょっとこう、結構クレイジーデッキもね、意外と戦える。さあ、クレイジーすぎるが、いや、どうしようかな。初手、ラバで行くか、ジャイで行くか、みたいな。悩むってことありますか皆さん。ラバ出すか、ジャイ出すか、みたいな。今、手札にはジャイはないんですけども。さあ、巨大スケルトン、タルババということは、もう最近ね、超トレンドですね。キョスケロイジェイですね。もうこのデッキしかおらんやんっていうぐらい、キョスケロイジェイが流行ってますね。はい。で、まあ、キングドンしたかったっちゃしたかったっすけど、まあいいでしょう。で、まあ、ロイジャイがいるな。ロイが嫌ですね。まあ、相手の対空はダクネ、あれとあれ、2枚だと思うんで。いや、トリトン頑張れ。ザッピーだけでもやってくれ。いや、ザッピー、おまま、竹、いや、やる、ナイス。いや、これ何の目出さなくてもよかったかな。いや、でもロイ痛えよな。と思いながら出した。で、相手はトリトンとハンターがいるんですよね。まあ、どっちか裂いたら、まあ、ジャイを出したいとかもあるんですけども、簡単にトリトンでキング起動されるのとハンターでも抑えられるので、今回ジャイの登場のタイミングが難しいですね。ジャイの登場タイミングが難しいですねってやばいな。いや、でもこれ出さざるを得ないですね。サイクル的に。まあ。で、問題こいつをね、どう調理していこうかっていうところなんですけど、で、トリトンで真ん中に引っ張るので、爆破にね、巻き込まれないように左下に出してあげて、ファイブザップ打っちゃっていいな、あれ。で、まあ、反対がそしたらね、結構やだ。で、トリトンで多分ジャイ、キング起動してくると思うんですよ。で、これを、ちょっと引っ張られて止めると、これ、トリトンが歩いて、しかもジャイはね、タワー殴るっていう、神ザップですね、これは。よしよしよし。で、後ろからまた展開してあげて、トリトンで引っ張ってあげて、あ、これ、ダクネ左下からの方がよかったですね。まあまあ。で、これぐらいなら許容できそうですね、左側。許容してあげて。で、これはね、最後確実にダメージ入れたいから、ラバの方がいい気がする。よしよしよし。いや、これあれだな、もうワンチャン無視していいな。無視して1本取って、で、真ん中ジャイとか。で、これで、あとハンター来るからトリトン引っ張って、いや、そっち来るか。あ、まあいい、トリトン引っ張る、ナイス。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。まあまあだな。ジャイ、ザッピーが結構悪さしてますね。まあでも意外と、悪くはないですね。いやー、からの、相手がどっちに組んでくるか。ハンター出した。よいしょ。キョスケ、釣ってあげて。で、キョスケちょっとやだな。いやー、俺のベビードラが。ちょっとむずくなってきますよね。こうなってくると。いや、これ耐えれないかもしれないですね、さては。ファイブウッズが、やばい、待って。いや、ザップって、最悪だ。いやー、待って。あれかな、真ん中ジャイやったかな。真ん中ジャイが、怒るスタンプがなかった。いやー、まあ。キョロイですね。今、めちゃくちゃ流行ってるんですよ、これが。で、これにね、今でも勝てそうだったよな。真ん中ジャイして、ザッピーにファイブ落ちたかったけど、まあ、ファイブがなかったんで、真ん中ジャイが不正解でしたね、さては。あれやらなければぐらいかな。なんか、そんな感じでしたね。か、最後の、ロイジャイの、右側のタワーかな。
僕が左のザッピーに多分5打ったんですけど、ワンチャンなんかダクでもベビーもいたから5打たなくてよかったっすね。あれやったな、あそこだ、絶対あれだ、あそこの7-5をしなければ多分結局しなくてもタワー折れたし、ダクのベビーも残ってたんですよ。で、まあ、ロイを普通にハンターで守って600あったから耐えれそうでしたね。うわ、やったな、これちょっと悔しいですね。まあ、流行りのデッキにはね、ちょっと勝ちたいよねと。で、ウォールブレイカーとかもまあいるんでね。はい、ウォールブレイカーとかにも結構ね、ハンターとかで、ね、守ってからの、まあ、ラバ、ジャイラバ組めば止まんないでしょっていう。まあ、そんな感じのね、はい、デッキでございます。いや、一発ついたな。これワンチャン12勝いけると思ってるんですよね、個人的に。はい、というわけでね。さあ、マッチングしました。グッドマンというね、方です。よろしく。まあ、とりあえず待ちます。なんかあんま動きたくないんですよね最初。まあ何もしてこなかったらラバ出して逆サイ攻めをトリトンかハンターだけで守るっていう感じですね。だからラバデッキにこうトリトンとかが入ってくるってことってあんまないんですけど、ちょっとなんか環境によってはたまに入ってるんですけど、今だといないんでね。このトリトンがねめっちゃ優秀ですね。ラバ展開した時に、あ、余裕やーって思って相手が攻めてくるのを回収できるっていうのはね。さあ、ウォールブレイカー来ましたね。で、まあ、ここもラバ展開しちゃいましょう。でも後半に入ったらね、完全僕のターンだと思うんですけど、まあ、前半は前半で戦えるまである。いや、これやだな。これ嫌なんですけど、このダメージ入れる必要ないですね。僕はまあ前半は、まあ、ダメージ稼ぐっていうよりかは、なんかまあ、様子見イチャイチャしとけばいいかなって感じです。いや、これベビードレ、やばい。まあまあまあ、ちょっとやりすぎたっすねこれ。普通にちょっとやりすぎたっすね。見とけばよかった。まあまあまあ、こんぐらいなら今日しましょう。さあ、これはね、前シーズンの世界1位が最後の最後に使ってた迫撃ウォールブレイカーですね。そうで、スペルがウッドザップなんですよね。なんかもうウォールブレイカーメタのディガーデッキ、迫撃ディガーですね。今回の相手は入ってないですね、ウォールブレイカーとかは。本当にすごいデッキですよ、これも相手の。ウォールブレイカーメタデッキですね。ウッドザップ、迫撃マスケナイト。大型とかなかなか止まんなさそうなんですけどね。もう組んじゃっていい気がするな。で、マスケでしたね。あそこになんかね、本当はディガーとかをね、飛ばせたらいいなと思うんですけど。だから前、僕昔のね、あれか当たんね、当たるか。僕昔のジャイラバはね、ディガーを入れてたんですよね。昔って言っても。いつのことやって感じなんですけど。さあ、とりあえず、でも相手狂いそうっすよね。めちゃくちゃ狂いそう。で、攻め白来たらね、僕的には厄介なんですけど。よし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 。さあ、で、ウッドザップだから、このダクでもきつい。いや、これワンチャントリトンで引っ張ろうとしたらさ、読まれるかな。いや、これ引っ張ったんじゃね、来た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 。マスクさ、引っ張ってしまえば、僕はコウモリヤリコブにザップ打つだけだし、なんだ来て、見て見て、これっすよ、これ。この、もう、環境のね、高回転とかをね、倒す用デッキ。さあ、で、マスク嫌だけど、いや、強すぎー。来た。いや、これっすよ。これだって、このデッキ使えば世界一のプレイヤーに多分勝てますからね。まあ、デッキ相性的にね。でも、こんなデッキないんで。よし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 。さあ、来ましたね。いや、マジで可能性あるな。このトリトンハンターが結構やっぱここ最近ずっと強いじゃないですか。高回転のロイジェイとか、あのキョスケロイジェイにも入ってますし、だから本当にとりあえずこの2枚入れとけばなんとかなるっていう、トリトンハンターですね。まあ、ジャイにもラバにも。さあ、ウォールブレイカー来た。ウォールブレイカーだ。これ迫撃だったらいいな。まあ、どっちでもいいか。おー、言うのですね。ってことは、メガナイトウォールブレイカーかな。多分、メガナイトウォールブレイカーの、マスケザップとかの、だと思いますね。さあ、そうですね。なので、結構悩みますね、これは。このトリトンを裂いちゃったので、メガナイト受けがね、気持ちしんどいっていうのがありますね。それはもう、ザップだけでね。よしよしよし。で、メガナイト踏んできたら、引っ張ってあげたいな。てか、これ一旦挙動するか。僕は今ね、エリアドーク管理中でございます。
よしよし、これで今めちゃくちゃエリアード取りました。わかるかな、6アードぐらい取ってんすよ、本当に冗談抜きで。よし、なのでここでもう言っちゃえば多分ワンパンですね。まあ奥底のマスケが意外とね厄介なんですけど、組んでしまえば絶対板きついので、よしよしよし、いやーこれモールブレーカーとかでも全無視っすよね。やだ、マイツの受けがめっちゃうまい。やばいやばい。さあさあ、ザップ。おお、まあまあまあ、もうちょっとね、僕としては攻め切りたかったっていうのかな。ダメージ与えたかったんですけど。まあまあまあ。こっからですね。まあ、左無視して、11かな ?11 にしちゃってもいい気もするんですけど、マスケが嫌ですね、個人的には。で、ラバを前にして、ジャイを延命して、ジャイラバ食います。この気持ち悪い方、やばいっすよね、これ。これちょっと一回ここで守る。あと、ベビドラさえやれれば。よしよし。で、あの無視して、これラバパピーがね、相手マジできついと思うんですよね。よしよしよし、一本折れそう。一本折ってしまえばでかい。さあさあさあ、来ましたね。で、こっから、です。あれはまあ、サイク5を打てるが、打たなくていいなら打ちたくはない。よしよしよし。組む。組んで。で、トリトンもこれいいですね。メガナイト引っ張って、ハンターと、これで処理できそうなんでね。で、まあ、このジャイは生贄にしてあげて、ちょっと処理してあげて、よい。ジャイ出したいが、ジャイ出したいが、いや、一回こう、もう一回後ろから行きます。で、真ん中にメガナイトウォールブレーカーとか、ウォールブレーカー来る。これ5打っちゃって、一旦守りましょうか。いや、流れはいいですね。真ん中言うの。いや、これはもうね、許容でいいですね。2発 ?3 発か結構痛えな。で、まあ、問題こっからですよね、僕は。トリトンに引っ張り、早めに処理してからの真ん中ジャイをしたいな。真ん中ジャイをしていきのウォールブレーカーも来そう。いや、言うので竹取られるかな。いや、頑張れベビー。いや、まあまあ、いや全然入んない。この真ん中ジャイ良くないですね。さて、端っこジャイの方がいいかもですね。さっきから端前目がないともワンチャンあるな。引っ張っちゃいます先に。よいしょ。さあ、で、ウォールブレーカー来ると思うんすけどね。うん。やばい、陸がやばい。相手のこのユーノの攻めが、うまい。これでもジャイで、こうマスケが絶対来る。マスケが絶対来るが、あ、めっちゃいい。よしよし、入れ入れ入れ。稼げ稼げ稼げ。稼いでくれ。で、よし、ベビードラム層。ビビドラ無双。よしよしよし。でもここでメガナイトが誘ってコスト使わせてジャイみたいな。で、コウモリに。お、コウモリ出してこない。よし。いや、一生ダックネケツから出してけば相手は絶対きついんで。いや、僕もちょっときつくなってきました。あ、10秒だな。よしよし、5でダメージ稼いで。さあ、耐えて。きたー、グッドゲーム。いやー、これね、間違いなく相性いいからもっと綺麗に勝ちたかったっすけど、いや、なんかね、楽しいっすよ、皆さん。いや、マジで、ぜひね、これ使ってみてほしい。本当に。冗談抜きで強いんでね、と。まあ、いうことでね、今日はちょっとこんな感じで終わろうかなと思います。本当にね、やばいデッキなんですけど、可能性はすごいんでね、ぜひ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。